はい、皆さん今日もやってまいりました夕飯のお時間です。はい、どうもどうも、やってまいりました夕飯のお時間です。ピースピースピン。はずいわ。では合わせてください。いただきます。いただきます。夜ご飯はりょうくんが作ってくれたカレーです。ありがとう。なんで俺の動画になると声小さくなるの。え、動画が切れまして。りょうくんが作ってくれたカレーでーす。ピッピッピッ。あーあーみたいなのに。そう、変わんないよ。変わんないか。牛乳と飲みます。ん。カレーは飲み物みたいな。まあそうだね、うん、え、これハヤシライスいる。いない。おらん。消えた。消えた。今日私の YouTube に沖縄の Vlog が上がるんで見てください。あ、そうですね。この動画が上がる頃には、うんうん、この子が上げてる YouTube が上がると思います。全然つまんないから見なくていいよ。俺が上げてる沖縄の Vlog と、違うよね。ゆかりが上げた沖縄の Vlog は違う動画になってますね。そう、あと1個沖縄の動画ある、ストック。宮古。沖縄ストックしすぎでしょ。ストックある。来月はね。今だ言わない。今だ言わない。まだ言わない。言ったっしょ今。今言ったろ絶対。拾われてなかったらオッケーだけど。絶対拾われてるし。ちょっとピーってして。はい、それでは皆様おはようございます。本日はですね、神奈川県リーグ第6節相手がですね、神奈川クラブとなっております。はい、前回ですね、今季初勝利を収めてですね、この流れに乗って何としても2連勝を勝ち取りたいところではありますけれども、相手もね、必死に勝ち点取りに来ると思うので、今回もね、激戦が予想されます。本日はですね、日産スタジアムの横にある新横フットボールパークというところでゲームをするので、まあアウェーでの試合となります。まあ個人的にも2試合連続得点を目指して、頑張りたいと思います。先週の動画俺めちゃめちゃ体調悪かったじゃないですか。今週はね、万全なコンディションで行きたかったので、1週間ね R1 飲みまくりましたよ。先週の日曜日の試合終わった後、月曜日の夜とか肝白ともうね緑色、あの風邪ひいている人のね肝の色なんですよ。さすがにこれはやべえなってことで、薬局で R1 6本ぐらい買って、それも1週間ねひたすら飲んでました。めちゃめちゃ良くなったんですよ。で、昨日暑くて窓ちょっとだけ開けて寝たんですよ。したらまた鼻声になりました。こうやってマジ1週間の努力の無駄。いや、どうしようかな、マック行こうかな。先週体調悪いけどマック行ってハットトリックしたじゃないですか。だから要はマイナスとマイナスが掛け合わせるとプラスになるみたいな現象がね起きてんのかなって思いますね。あ、で今一旦帰ってきたんですけど、後でですね親父が一緒にマックに行きたいっていうので、その時に朝マックは買おうかなと思います。あれだよ、いつも通り、いつもの朝マック、メガマフィンのセットとベーコンポテトパイ。ああ、ほんと、じゃあいらない。あ、じゃあいいです。ちょっと撮影できないんですが。撮影できないってルニー。ルニーさん行きましょうか。オーストラリアにいる方のお兄ちゃんがね、お前のね様子をもっと映せって言ってるから、お散歩に行きましょうかね、ルタンね。こっち行こう、こっち。お前
お前重くない？ルディ。お前重くない？ちょっと。ねえ、ルディ。お前もうムチムチやん。めちゃくちゃムチムチじゃん。ルディ、もう散歩いい？行かない。一瞬の出来事。What can he do? Looks for his lovely little step over. Switches it out wide.George's have the numbers four. The shot comes in, and that's a brilliant finish. お前、どこでその元気出すよ、ルディ。なんか疲れすぎでしょ。いや。そろそろ向かっていこうと思います。2試合連続勝利目指して頑張っていきます。行ってきます。どうすか今の心境は。結構痛いからね。2点目のシュート。ごめんな。また電源落っこった。はい、1日経った朝なんですけれども、昨日の夜はですね、痛みで動画が撮れなかったので、今日の朝、こうして回しております。見ていただいた通り、まあ、全得点は載せてないんですけれども、7タイトルで、勝利することができました。これでね、2連勝というチームとしてはね、最高の形に持っていけたんじゃないかなと思います。まあ、個人的にもですね、2試合連続得点することができてですね。まあでも、ちょっと欲を言うならば、僕交代したのが大体前半の30分行くか行かないかぐらいで交代したんですけれども、まあこんなこと言ったらちょっとあまり良くないのかもしれないですけれども、7-0 で勝てていたゲームなので、序盤から割とペースはうちにあったので、で前半の17分ぐらいですかね、の段階で僕も得点を記録したので、まあ正直言って後半の途中くらいまでやっていれば、まあ、2戦連続ハットトリックは全然いけたかなっていうふうには個人的には、感じましたね。まあ他でちょっと取れなかった分、ここで、取っておきたいなって言ったらちょっと相手にね、失礼かもしれないですけれども、2戦連続ハットトリックしたかったっていう気持ちはありますね。でまあちょっと怪我の具合はですね、今もですね結構痛くてですね、これから病院に行ってこようと思います。なんかね、肉離れみたいな痛みがするんですけど、内出血とかもないので、とりあえず見てもらってきます。今週もね、また試合がありますので、まあ、ちょっと出られるかわからないですけれども、まあ、とりあえずできる準備はして、足の痛みを取るように専念して、まあ、週末出られるように頑張りたいと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。